平成24年、9月30日本日も指定廃棄物最終処分場の候補地として有名になった茨城県高萩市に来ています。現在私がいるところは、高戸海岸というところでサーファーなどが、たくさん集まるスポットでも有名なところであります。ではこの海岸のアスファルトや、コンクリートに付着している放射性物質は何ベクレルあるのか、測定しているので早速見てみたいと思います。それでは早速ベクレルモニターはどのぐらいの数字を計測しているのか、見てみたいと思います。早速見てみましょう。ベクネルモニターの計測値を今、見ています。現在、1平米あたりですね、1平米あたり1万1000ベクレル、1平米あたり約1万1000ベクレルあります。現在私は高萩市の高萩海水浴場に来ています。この海水浴場に来たところ、現地の方が取材に協力していただけるというので早速インタビューをしてみたいと思います。それではしてみましょう。まあ、不安といったらもう完全にやっぱりこの緑豊かな高萩がもう自然が全て破壊されるというのがもう目に見えてるわけですよ。もう あんな水源に近いところに建てられてしまった上に建てられたらさらに思いっきり何でしたっけ、活断層の真上じゃないですか。もう何かあったらっていうのは全てすぐ目に見えるはずなのにもかかわらずご利用しで国の方がやってきたっていうのがものすごい腹立って、もうなんていうの新聞を最初で新聞やっぱり見たんですけども、あの瞬間にもうこれは何とかして動かなきゃいけないという話に自分の中で思いまして、で、もうちょっと戦わなきゃいけないっていう感じです。で国のやり方としては本当にもう何ていうかもう何て言うんだろうな、もう本当にこう市長の言い方じゃないけど本当に寝耳に水っていうのが一番正しいんでしょうね。もう何もないとこからいきなりボンってやられても市民が納得するわけがないんですよ。何が正しいとか正しくないとかじゃなくてもうやり方自体がもう全て間違っています。でだからもうね、こう国を本当に相手にすると戦うっていうのはね、おかましいんですけども、もう、まあ、市民が一人一人何とでも何とかしてこう立ち向かなきゃいけないんだなっていう、まあ、思いいっぱいです。はい、まず点数の付け方そのものっていうのが一体何を基準にしてるかさっぱりわからないですよ。それであとそう絶滅危惧種ってという話もありましたけど、なんか市長の話によるとなんかちょっと珍しい山上だかなんかやっぱり高萩もいるらしくて、そこら辺の考慮というのを全然されてないわけですよね。で絶滅危惧種とかそういう云々以前に自然を破壊するということを一体どういうふうに思ってるのか全然理解できないというのがありまして、ちょっとふざけてんじゃないよ、言っちゃ悪いですけど、はい、わかりました、ありがとうございます。すみません、なんか